江戸川乱歩堀越総裁千華町殿異様な風潮警視庁総裁一課長堀越定三郎氏はある日課長室で非常に分厚い配達証明の風書を受け取った普通のものより一回り大きい厚いハトロン封筒で差出人は 大阪市福島区玉川町3丁目、花崎雅俊とあり表面には東京警視庁の宛名を正しく書き堀越総裁一課長殿の筆新天となっていたなかなかしっかりした書体なのでよくある当初にしても軽視はできないように感じられた堀越課長は封書の表と裏をよく改めた上で ペンナイフで封を切ったがその時わざわざ東京へ送ってよこしたのは東京警視庁管内に関係のある事柄だなと考えたしかし思い出してみても花咲正俊という人物には全く心当たりがなかった封筒を開くと中にはもう一つ封筒が入っていたそして その封筒を包むようにして5枚閉じの書簡線が同封してあったまずそれを広げてみるとそこには外封の書体と同じ筆跡でこんなことが記してあった私は大阪市内で発行しております関西経済通信編集長花咲正俊というものでございます。 一面敷もない私から突然手紙を差し上げますのには深い理由があるからであります私は今から1ヶ月ほど前大阪市此花区春日部町2丁目の福寿相互銀行専務取締役北園宗介氏から同封の封書を手渡されました北園氏はその時銃痕の病床にあったのですが僕は あと1月と月生きらられるかかかどうわかかない。医者は隠しているけれど自分には死期の近づいていることがよくわかるこの封書を君に預けるから僕が死ぬまで大切に保管して僕が死んだらすぐに東京の警視庁の堀越総裁地下庁宛に配達証明郵便で送ってくれ僕は。 「君を信用してこれを頼むのだ」「この封筒の中には非常に重大な文書が入っている」「僕が死ぬまでは誰にも打ち明けたくない秘密が封じ込めてある」「だから君も決して封を開いてはいけない」「君を男と見込んで頼むのだ」「約束してくれたまえ」 決してこの中を見ないことと、僕が死んだら必ずすぐに彫り越し仕立てに送ることを誓ってくれたまえ。北蔵の氏は実に真剣な調子でそう言われたのです。私はそれを引き受けました。約束通り、この封筒の中は見ておりませんから、どういう文書が入っているかは全く知らないのです。北蔵の氏は。 三日前に胃がんが悪化して亡くなられ、昨日う国別式が行われました。そこで約束に従ってあなたにこの風書をお送り申し上げる次第です。北園宗介氏は数え年41歳の独身者です。奥さんは二年前に亡くなられ、子供もなくまた再婚もしておられませんので、全く孤独な人でした。 父母も兄弟も死亡して遠い親戚がないではないが文通もしていないということでした私は関西経済通信の編集のことで福寿相互銀行をたびたび訪ねているうちに専務の北園氏と知り合いになりお宅へもお出入りするようになって非常に親しくしていただいておりましたこの重要な文章を会社の人に託さないで私にお頼みになったのも そういう関係からでありますそういういわけでこの風書は北園氏が死に際に私を信じて託された大切なものですから普通の島書などと混同なさらずきっとご一読くださるようお願いする次第であります。なおご参考までに書き添えますが北園氏はこれと同じような厚い風書をもう一通私に託されました。 その宛先は東京丸の内の東和銀行本店庶務部長渡辺圭一氏です。やはり内容を見ないで死後に郵送するようにとのことでありましたのでこの手紙と同時に配達証明でお送りしましたでは同封の封書をお取り捨てにならないでご熟読くださることを切にお願いします 堀越課長はこれを読んで異常な興味を感じないではいられなかった問題の風書を取り上げてみるとやはり厚手のハトロン紙でずっしりと重く表面には「東京警視庁堀越捜査一課長殿」裏面にはただ「北園宗助」と達筆な毛筆で記してあった「はてな北園宗助」 ずっと前に何かの事件に関係して聞いたことのある名前だぞ多分俺の所長時代のことだだが思い出せない被害者じゃない被害者なれば覚えているはずだ証人かもしれないいずれにしても初めての名前じゃないぞ堀越課長はそう思ったので しばらくその北園宗介という署名とにらめっこをしていたがどうしても思い出せなかったそこでペンナイフで丁寧に封を切って中身を取り出してみた書簡線七八十枚を閉じたものに細かいペン字でびっしりと何か書きつけてあったとても執務時間中に読める分量ではないうちに帰ってからゆっくり読もうと 封筒に戻してポケットに入れかけたがどうも我慢ができなかった読みたくてしかたがなかったまた取り出してせめて初めの方だけでもと読み始めたそしてとうとう体調時間までに読み終わってしまった無論度々妨げられた科料が報告に来たりはんこをもらいに来たり新聞記者がやってきたりして 今にも疑問が解けようと,するところで手紙を置かなければならなかったそれだけにいわゆるサスペンスが長く続き堀越課長は授業中に教科書の陰で小説本を盗み読みする中学生のようなもどかしさとそこから生ずる一種異様の楽しさ等を味わったものであるその手紙は読み終わっても一度ではやめられないほど脅威に満ちていた 課長は監督に帰る自動車の中でまた手紙を取り出して読み始め家に帰ってからも食事は後回しにして読みふけった課長がそれほど興味を感じたのも無理ではないその手紙には今から5年前彼が渋谷所長時代に館内に起こった迷宮入りの不思議な事件の秘密が事細かに解き明かされていたのである 次にその興味ある手紙の全文を内容からして前段と後段に分けて掲げることにする前段堀越総裁一課長殿私はあなたとは一面識もないものです今から5年前あなたの部下に参考人として尋問を受けたことはありますが あなたには一度もお会いしておりませんしかしあなたは無論ご記憶でしょう5年前の昭和20末年12月あなたが渋谷署長をなすっていた時に渋谷区栄通りの東和銀行渋谷支店から1000万円入りの輸送袋が盗まれた事件をよもやお忘れではありますまいあれは 不思議な事件でした単独犯行ではありましたがいわば銀行ギャングに類する白昼の派手やかな事件だったものですから新聞やラジオは随分騒ぎました盗まれた金額から考えられる以上の恐ろしいセンセーションを起こした事件ですですから地元の渋谷警察はもちろん警視庁でも手を尽くして犯人を捜索されました それにもかかわらずあの事件は迷宮入りになってしまったのです犯人が煙のように消えうせたからです晴天の午後2時でした人通りの多い街の中です犯人自身も目につきやすい風筒をしてその上でっかい札束入りのズックの袋を担いでいたのですそれが囚人の目の前から すーっと消え失せてしまいましたあなたは今警視庁捜査一課長として大いなる名声を博しておられますことに最近はあの向島三人殺し事件捜査の中心人物としてあなたの名前が新聞に載らない日はないくらいです5年前渋谷署長であられた頃もあなたは名署長でした 次々と起こる大小の事件を片っ端から明快に処理せられ館内の治安に類代の所長に比べるものもないほどの功績を挙げられましたですからあの東亜銀行支店の盗難事件はあなたにとってたった一つの汚点でしたあなたの部下は逃げる犯人を今にも背中に手が届きそうな近さで追跡したのです 人の寝静まった真夜中ではありませんぞろぞろその辺を人が動き回っている白昼ですそれでいて犯人に消えられてしまったのです警察諸君はもちろんあなたの無念さは想像に難くありません警視庁でもあなたの署でもあらゆる手段を講じて犯人捜索に努力せられましたしかし 警視庁管下の全警察力をもってしてもついに犯人を発見することができず迷宮入りの事件の一つとなってしまったのですそのあなたにとってはたった一つの汚点である残念な事件の真相を私は詳しく存じておるものですそれをあなたにお知らせしたいのです 今頃になって何を言うかとお叱りを受けるでしょうがそれにはやむを得ない事情がありました関係者が生きている間は真相を語れない複雑な事情があったのですしかし私を最後にあの事件の関係者は犯人をはじめ皆この世を去ってしまいました真相を発表してももう。 誰もも迷惑をすす。るののはないのですそこで私がまだ筆を取れるうちにあの事件の真相を詳しく書き記し私の死後にこれをあなたに送るよう信頼のできる友人に託しておくわけです。犯人や関係者が死んでしまったから真相を発表して何の効用があるのだただ警察を侮辱するに過ぎないではないか。 とおっしかし効用はあるのです敗戦直後に比べて警察官の質は非常に向上しました科学捜査の施設も完備してきましたでも警察官一人一人のちょっとした注意力によって手がかりをつかみうるような場合にそれを見逃してしまうことがしばしばあるようです 東亜銀行盗難事件にもそれがありました。一度だけではありませんそういう見逃しが少なくとも二度はあったのですしかしあらゆる微細なものを一つも逃さず注意するということは人間技ではできないことかもしれませんいくら老練な警察官でも神様ではないからですすると、 そういうい微細な見逃しに巧みに乗じた犯罪は結局成功するということになりますね生意気を言うようですがここに警察官に対する大きな教訓があると思うのですこの事件の犯人は常記を逸して頭のいいやつでしたそして常識外れの手段を発明したのです 老練な警察官は非常に広い捜査学上の知識と多年の実際上の経験を持っておられますしかしそこにはまだ隙があります上記を逸した犯人の着想はあなた方の盲点に入る場合があるのですあなた方は犯罪捜査についてあらゆる知識をお持ちですが犯罪がひとたび常軌を逸してしまうとそれは あななた方のの知識外になるのですそういう意味でこの事件の真相は警察官一般にとって重要な参考資料となるのではないかと思いますこの手紙を書きます理由はまだ他にもあるのですがそういう捜査上の参考資料としてだけでもあなたのご一読を煩わす値打ちは十分あると信ずるからですでは 前置きはこのくらいにして事実に入りますこの事件はあれほどセンセーションを起こしたのですからまだあなたのご記憶にあるかと思いますもし細部をお忘れになっていても当時の事件記録をお取り寄せになれば詳しく分かることではありますがそういう面倒を避けまたあなたの薄れたご記憶を補う意味で一応 事件そのものの経緯を記すことにいたします今から5年前の昭和20末年12月22日火曜日午後2時ごろ渋谷区栄通りの東和銀行渋谷支店の横丁に1台の自動車が止まっていましたタクシーではなく丸の内の東和銀行本店から差し回された自動車ですが 外見は別に普通のハイヤーと変わりはありません。運転手は本店常雇いのことに慣れた男でした。そこへ渋谷支店の横の出入り口から二人の行員が出てきました。その一人は両手で大きな角ばった浅袋を抱えています。毎日行われる現金輸送なのです。輸送の途中で現金袋が強奪される事件が時々ありますので、 多くの銀行では犯人の注意を引きやすい閉店時間を待たず日中人通りの多い時間を選んで現金輸送をするようです支店の2人の行員は輸送袋を守って出入り口から自動車に近づいていきました自動車までは5メートルぐらいしかありませんそれにその横丁はかなり広い通りで歩行者や 自転車に乗った人たちが絶えず行ききしていました犯人の上ずる余地はないはずですその上すぐそばの四つ角に交番がありその前にはいつも警官が立ち番をしていたのです行員は毎日の決まりきった行事ですし近くにおまわりさんさえいるのですからつい油断をしてしまいましたまず第一にこの油断がいけなかったのです 輸送袋を強奪されないようにしっかり抱きしめていなかったことがいけなかったのですどこかその辺の軒下に身を潜めて最高の時期を待ち構えていたのでしょう一人の頑丈な男が突然パッと飛び出してきて輸送袋を持っている行員に激しくぶっつかり袋が地上に転がり落ちたのを恐ろしい素早さで拾い上げると 風のように走り出しましまたそれが人間技とも思われない素早さだったので2人の婚姻は盗難ということがはっきり分からず一瞬間ポカンとしていましたがすぐに気を取り直して大声にわめきながら追っかけましたそれに気づいた自動車の運転手も車を飛び出して追跡に加わろうとしてとっさに後ろの街角の交番のことを思い出し 警官に呼びかけましてそして警官と工員2人と運転手とで賊の跡を追ったのです町を通っていた人たちでやじ馬根性からそれについて走ったものも少なくありません賊と追ってとの距離は1 0ルほどもありましたその距離がなかなか狭まらないのですむろん 賊の逃げる方向から歩いてくる人たちもあったのですが、賊のものすごい行走に恐れをなして、誰一人阻止しようとするものもありません。賊は狭い町をぐるぐる回って、結局銀行から300メートルほどの場所にある小東町の小東荘へ逃げ込みました。このアパートは都営アパートほど部屋数はありませんが、やはり鉄筋コンクリートの高級アパートで、 かく言う私も当時そこの1階に住んでいたのですその頃は未だ小説家に諦めがつかず二流の娯楽雑誌などにつまらない小説を書いていたものですこれには説明を要しますが二流雑誌の原稿料などではとても小闘争などに住むことはできません実は私は亡くなった親から譲られた土地と家屋が田舎にありまして それをを売って株をやってて株やいたのです。小説家と株の投機なんてまるで縁がないように見えますけれど数多い分子の中にはそういう例がないでもありません現在の相互銀行専務という職業からもご想像願えると思いますが私は株がなかなか上手くて損をすることはめったになく時々は小金を儲けたものですそれで、 相当贅沢な独身生活が続けられましたさて賊はその小闘争に飛び込むと廊下を走ってなんと私の隣室へ隠れたではありませんか私はその騒がしい物音を聞きましたでもまさかあれほどの事件とは知らないものですからしばらく躊躇していましたが外の騒ぎは大きくなる一方です数人の人のが 何かわめいています「合鍵だ合鍵だ管理人を呼べ!」とか「うやへわれ窓から逃げるかもしれないぞ!」とかいう叫び声が聞こえますそしてどんどんと破れるほど隣室のドアを乱打するのです私ももうじっとしていられなくなって廊下へ飛び出しました隣室の前には 制服ののの警官と2人の背広の男がひどく興奮して立ち騒いでいでますもう一人の爪襟の黒服を着た男が廊下を入り口の方へ駆け出していくのがちらっと見えましたこれが銀行の自動車の運転手で建物の裏に回って犯人が窓から逃げ出すのを防ごうとしたのだということが後で分かりましたそこへアパートの管理人が 合鍵を持って駆けつけてきました。ドアはすぐに開かれました。警官と二人の男が飛び込んでいきます。私よりも先に数人のアパートの住人が廊下に出て遠巻きにこの騒ぎを見ていましたが、その人たちも開かれたドアに近づいて、室内を覗き込みました。ここでちょっとアパートの部屋の構造を説明しておきます。ドアを開けると、 一坪ほどの玄関、その向こうが八畳ほどの洋室になっていて、一方の隅にベッドがあります。その洋室の窓が、南側の裏庭に面しているわけです。浴室はなく、簡単な水地場と便所が、洋室と壁を隔てた右側についております。私自身の部屋も、これと同じ造りでした。玄関と洋室との境は、 板の開き戸になっているのですが、賊はその板戸を開いたままにしておいたので、入り口のドアのところから、洋室の大部分が向こうの窓まで見通せるのです。その窓も開け放ってありました。そして、賊はもうこの室内にはいなかったのです。私は、住む隣室の住人のことでもあり、また、小説家という職業から言っても、 こういう事件には大いに興味がありますので他の住人たちが遠慮しているのを尻目にずかずかと部屋の中へ入っていきましたみんなが裏庭に面する窓のところに固まっているので私もその後ろから庭を覗いてみましたすると実に奇妙な光景が目に入ったのですさっきの制服の銀行の運転手が低いコンクリート塀の上に馬乗りになって そのののこうの町を通るるにいているのです。三十ぐらいのネズミ色に格子島のある背広を着たやつだこのくらいの」と両手で大きさを示しながら「大きな麻袋を抱えるか担ぐかしていたそういう男が走っていくのを見ませんでしたか?」外からの返事は声が低くて聞き取れませんがどうやら否定しているようなあんばいです。 そこで運転手はまた別の方向に向き直って叫ぶのですそちらの方あなたも見ませんでしたか今言ったような特徴のある男です肩幅の広いヨタモン風の青年ですしかしそういう男は見なかったという返事らしいのですその道路は狭い裏通りですが人通りは絶えずあるので 運転手は次々と同じ問いを繰り返しましたが不思議なことに右から来る人も左から来る人も俗らしい男を見た者が一人もないのでしたと言ってその道には人間の隠れられるようなものは何もありません公衆電話もポストもマンホールさえないのですまた塀の向こう側は大きな自転車店とその倉庫で 店には数名の店員がいるのですがあとでよく調べてみますとその店員達も怪しい男が塀を乗り越すのも走っていくのも見かけなかったということでした倉庫の中に隠れたのでないことも確かめられましたをを乗り越さなないいで、庭を右か左に逃げたんじゃないかこちらの窓から警官が怒鳴りますと運転手は怒ったような顔をして ののししたをまこの靴跡をごらんなさい今ついたばかりだそっちのは僕の足跡ですほかに足跡というものが一つもないじゃありませんかじゅくじゅくした土に足跡を残さないで逃げられますかその窓からこの塀までつづいているのが賊の足跡に決まっていますほらごらんなさいこの塀にも泥靴でよじ登った跡がちゃんとついている 賊は塀を乗り越して逃げたに違いないなのです。それでいて塀の外を通りかかる多勢の人がまた向こう側の自転車店の店員たちが一人も賊の姿を見なかったのはどうしたわけなのでしょうすれ違った人でもうっかり気がつかないという場合はあります一人や二人はそういう見落としがあっても不思議ではありませんしかし 通行人の全部が、また店員が例外なく見かけなかったとするとこれは恐ろしく不合理な話になります小不木疑問の黒枠。 「プロローグ」「泣きたい秋だと栄養不良の詩人は言うであろう」「くすぐったい秋だと頭の尖った常習犯罪者は言うであろう」「もどかしい秋だと産毛の多い恋の女は言うであろう」「昨夜の JOCK で西の風曇りとほうぜられた空が」 皮肉にも精巧なカットグラスを見るように住んで紫外線に飛んだ10月の午後の日は人の心をとりどりに興奮せしめずには置かないただ科学者の世界だけには秋にかかわらず空にかかわらず冷静と沈着と機能と演劇とが厳然として存在するばかりである。 顕微鏡試験管フランキ各種の標本こうしたものが所狭きまでに机の上 C の棚に並べられた研究室でさっきから法医学者国久改造教授と助手の肥後俊介君とが滞在していたですけれど先生法医学の領分を犯人捜索。 犯罪の科学的研究にまで広げることは、むしろ法医学の発達を遅らせることになりはしませんか。と、焦燥気鋭の青年学者が尋ねた。これまでの法医学者は、みなそういう考えでいたよ。と、老教授は、ガラス越しに庭を眺めて答えた。そこには、一軸の大きな枝のところどころに、 めんちょうのように紫に染まった果実が巨大なヒルの食い跡ででもあるかのように赤く裂けてなっていたしかしそれは誤りだよ法医学に限らず医学ないし一般科学は従来あまりにも分析ということばかりに力を入れてきたすなわち幹から枝枝から葉 葉,から葉脈葉脈から気候というふうに美に入り才をうがつという方針で研究されてきただから多くの科学者の部屋には顕微鏡がある現にここにも顕微鏡があるけれど顕微鏡で研究された結果は要するにネアンデルタールから発掘された石器時代の人骨のようにバラバラの ままとまりりののないものばかりだ。すれば結局今の科学は一種の寸断遊戯にすぎないのだすなわち顕微鏡は一種のおもちゃにすぎないのだもっとも人生そのものが一種の遊戯ではあるただしかしその中に死のみは厳粛な事実だ だから、その死を研究する法医学では少なくとも遊戯を避けたいと思う我々はもう分析をやめて公正に移らなければならないけれどもまだ法医学の領域には分からぬことがたくさんあるではありませんか分からぬことはたくさんあるけれどもその多くは分析によらず 合成によって解決するべきものだそれをいつまでも分析によって説明しようとするから永久に失敗に終わるのだすると具体的にはどうそれが繰り返して言うところの法医学を犯罪捜査にまで広げることだ。というと。 例えばあのフリーマンの小説に出てくるソーンダイク博士のように法医学者が探偵ととして活動すればい、違う違うソーンダイクの方法はあれはただ物的証拠を分析するだけだすなわち従来の法医学的知識を犯罪捜査に応用したというにすぎないでは先生のおっしゃるのは どんなふうにするのですかまず何より先に人間の心を研究するのだミュンスター・ベルヒの心理的探偵法といったようなものですか違う違う心理的探偵法もやはり先ぱな分析にすぎない僕はいつも考えているのだよ 今の科学者はあまりに人間の心を無視しているとね例えば医学者は病人の心を無視しているだから病は治らない裁判官は罪人の心を無視しているだから正しい裁判はできないそれと同じように犯罪捜索者は犯罪者の心を無視しているから 容易に犯人がわからないのだいかに冷酷無常の犯罪者でも木や石でできているわけではないから必ず心があるはずだだからその心を捜索の対象とするのだよ今ここに一つの犯罪が行われたとする例えば殺人がね。従来は 現場の死体の位置を観察したり死体を解剖したりあるいは血痕を分析したり指紋を採取したりして犯人を推定したのであるがうまく推定のできる時はまれで推定のできない場合が大部分を占めたものだよしてみるとこれまでの科学的捜索なるものは全く偶然に支配されたのだ 犯人逮捕に成功したのはまぐれあたりに過ぎなかったのだそれでは何にもならないこれがいわゆる分析の罪なのだでこれからはどうしても犯罪捜査に必然性を持たさなければならないいかなる場合にも必ず成功をする探偵法に工夫を凝らさなければならない それがためには我々は従来の分析法を捨てるべきだよ言いかえれば顕微鏡を捨てるのだそうしてもっぱら犯人の心を研究するのだ分かったかねどうもよくわかりませんわからないそうだろうともわからぬのは当然だよ まだ世界の何人にもわからないのだからそれが分かったら未解決の犯罪というものはないはずだところで犯人の心の研究は何によって行うかというに言うまでもなく社会そのものを研究することなのだ犯罪は社会の繁栄であって社会の矛盾と欠陥は 犯人のの心によってて代表されているのだ。しからはその社会の矛盾と欠陥と何によって一番身近に研究するかというにそれは被害者の心を研究すればよいのだそこで僕はかねてから犯罪方程式なるものを考えているのだよ例えば殺人について言うならば 殺人イコール犯人の心マイナス被害者の心というのがこれだ極めて平凡な式であるけれどもこの方程式を十分理解し得たならばどんな犯罪も解決されるのだもちろん探偵がこの方程式を応用するにあたっては探偵自身の心をもって活動しなければならない 従来の探偵の際には、主として知識のみを使用してことたれりとしていたのであるが、この方程式をもって解決にあたる場合は全人格を働かせねばならぬのだ。わかったかね？わかったようなわからぬようなものです。うん。と教授は微笑した。 抽象的な議論とといいうももののは、かかくくわりにくいものだよ。仮に君が僕のこの説をある探偵小説の中へでも書いたとしたら読者はきっと空いてしまうだろうだがもう少し辛抱して聞きたまえ従来の犯人捜索ということは犯人を発見逮捕するという単なる興味を持って行われようとしたのだ。 しかしそれは根本的な誤りだ探偵が全人格を持って活動するときは好奇心などの浮かぶはずがない全人格を持って活動した結果どうにも逃れられぬ羽目になって犯人がこちらの手の内に飛び込んできたとき、やむを得ず逮捕すればよいのだすると、 犯人が巧みに逃げれば逃がしておいてもよいというのですかまあ待ちたまえ必ずしも一概に言うことはできぬよ知恵があって逃げかくれるやつはより以上の知恵を出して捕まえればよいが心を持って逃げかくれるやつは先方から飛び込んでくるまで逃がしておくべきであろうよすると先生は 悪人なんてこの世の中にはめったにあるものではないよただ書物の中にたくさんあるだけだこう言って教授はひげの多い顔をゆがめてニコリと笑ったホイスラーの描いたカーライルそっくりの顔をした小久保教授は「 専念学位を辞退して問題となった教授はそれについて何の理由をも説明しないが日本いな、世界有数の学者でありながら東京に住まるのは東京がうるさいからだそうである学問研究は田舎の町に限るこう主張して教授はこの名古屋の大学に籍を置きそれが今では名古屋の誇りの一つとなった。 助手のく君はこの9月に東京大学を去ってわざわざ国母教授の門に入ったのであるが今日は土曜日であるにかかわらず午後まで居残って図らずも教授に犯罪方程式の説明を聞いたわけである中央線を走る列車の音が秋の空気に強く響いてきた今まで論議に熱中していた教授は突然言葉の調子を変えて 秋だねえと言い放った全く秋になりましたこれからは犯罪の数が減じますそう統計上犯罪は春から夏にかけて一番多く秋から冬にかけて全時減ることになっているけれどもそれは突発性の犯罪にのみ当てはまる統計だよ 計画された犯罪はかえって秋かから冬にかけて多いものだよ。すなわちさっき話した犯罪方程式に当てはまる犯罪のごときはこの期に最も多く行われるのだ何しろ秋から冬にかけての気候は冷静にことを計画するには都合が良いからねしかしとにかく今年も 秋になってから犯罪の数が少なくななってきたように思われます。それはそうだだが僕には近いうちに何事か起こりそうに思われるね少なくともこの名古屋の平和をかき乱すような事件が肥く君はちょっと驚いて教授の顔を見つめたそれには何かよりどころがありますか あるね。どんなことですか例えば先日来2回市中を騒がしたあの死亡広告事件のごときものだあれは単純ないたずらではないでしょうかそうかもしれないけれど世間を騒がすいたずらというものは必ず悲劇に終わるものだよ すると先生はあれを何か犯罪事件の前句と見られるのですかさあ僕は預言者ではないからそれを断定する力はないしかし全て珍しい現象というものは天然的なものであっても人為的なものであってもあるいは客観的なものであってもなおまた主観的なものであっても 多くの場合悲劇に終わるのがこれまでの慣例となっている君も歴史をひも解き物語を読んで思い当たることがたくさんあるだろうでは大事件の発生を待ちますかな待たなくてもよい期待ということは科学者に禁物だよすれば事件をして それ自ら発展せしめよう、ですかそそうだ。そうして事件が起こった時我々をして、ううですかこう言って肥後君が好奇心に満ちたまなかを持って教授の顔を眺めると教授は微笑のまま軽くうなずいて再び 生涯の就職に目を移すのであった死亡広告。何しろ驚きましたよ自分の志望広告を自分の目で読むなどということは六十年の生涯に初めての君の悪さでしたと訪問の客は出張った熱い しかし血のけの多い下唇を変にねじらせて苦笑しながらさらに言葉を続けた「前に2回こういういたずらがあったから同じ驚くにしてもまあその程度は割合に少なかったのですがもし拙者が真っ先にやり玉に上がっていたとしたら心臓のよくない拙者は本当に死んでしまったかもしれません」 いや、もうとんでもないいたずらをする人間が世の中にはあるものですおかげできのうきょうは弔問の客や弔電が引きもきらぬありさまでやっと今少し暇ができたのでお邪魔にあがりました客は名古屋でも指折りの富豪で村井商事会社を経営して貿易会に羽振りを利かせている 村井岸郎氏である。氏は今旦那寺なる中区及松町の東園寺を訪ねて昨日新聞に自分の死亡広告を出された顛末を住職の友田鶴順氏に語るのであったいやあめしご迷惑のことでございましたろう愚装も新聞を拝見した時ビクッとしましたよ 牛肉の缶詰だと思って開いた中から石ころが出たというような驚きよりも数倍強いものでしたとりあえず人を走らせて真偽をお尋ねに上がらせたわけですが予期したことと言いながらいつりだと聞いた時は胸をなで下ろしましただが村井さん人間は出る息入るを待たぬ習い今回のことにつけても の一大事をお心がけになならねばなりません。がっしりした体格を持ったいわば「大入道」といった感じのある友達は小柄な村医師とはよい対象をなしていたこういう僧侶の口から御匠話が出るのはちょっと不似合いなものであるが強大な信仰というものはこうした不似合いな人に存在しやすいもので似合いなもっともらしい僧侶には 人は通常縁遠,遠いものであるありがとうございますと村井氏は平素の態度に似合わずしんみりとした調子で答えたものであるすでにその顔つきからが助産釜を思わせるような滑稽に満ちている通りその性質も極めて滑稽味を生んでいる村井氏は旧大天に達せぬ教科や俳句をもてそび いいろろ人前で滑稽なことを演じて相手を笑わせあるいは途方もないことをして人の度肝を抜くのが好きであったたまたま念仏は申すけれども何のために申す念仏であるかを知らず時には朝夕の権行に仏壇の前で阿弥陀経の一巻ぐらい読み上げるけれども浄土真宗がどんな宗派であるかを知らなかった。したがって も安心もいまだかつて獲得したことなく明日には甲眼ありてゆうべには白骨となれる身なりのお踏みにも一度も感動を催さなかったその村井氏が今さもさも心から無常迅速を悟ったかのように発した言葉はむしろ村井氏の兵素を知っている住職にとっては意外であったが 祝前開発とはこんなことを言うのであろうかとも思ったこの死亡広告が起源となって欠場ができればあなたは誠にお幸せですさようやっぱりこれは阿弥陀様のご褒美とでも言うのでございますかなと村井氏は羽織の襟を垂らしていった開け放たれた障子の向こうには 幅の広い板縁をへたてて、感性な奥深い庭があった。おい松に絡むツタのつるは滝のように垂れ下がって、王者の血の色かと思われるようなハゲ伊藤と切粉しつつ、やがてほどなく銅弾とともに炎のような紅葉の幕を飾るべき下準備をしているかのようにせわしくその葉を揺すぶっていた。 緑の波のうねりを思わせる地面いっぱいの苔の中から津波の前に姿を現す海中の奇岩のように突き出ている庭石の影にはカマキリの足のごとき幹を持った周回道が寂しそうに花を開いていた村石は西に傾いた日陰に照らされた庭の表をしばらくの開放心の体で眺めていたが折から一丁の蝶が 毎後のように縁の方に踊ってきたのを見るなり急いで思い出したように言った時にわじょう今日はご相談があって参ったのでございますご相談とはわじょうに叱られるかもしれませんが死亡広告の中にあさってが葬式の日であると書かれておりますについていっそ 葬式をやってみようと思うのです」と村井氏はいつものニコニコ顔を取り返していった。葬式をやってみるとはと友達は不審なおももちで尋ねた。何例の拙者のお墓ですよ。拙者もどうせもう長いことは生きておれぬと思いますが。 まだまだ死なれません。娘に良い婿をあてがわねばならぬし、会社の方にもすっかり任してしまえる人物が見つかりませんからな。和上に迷信を語っては相すまぬが、死亡広告を出されるなどはあんまり縁起がよくございませんのじゃ。そこで拙者は、この際、縁起直しがしたいものだと、きのうからいろいろ考えました結果。 これはやっぱり志望広告どおりにいわば模擬葬式をやってみようと思いついたのでございます住職は谷氏のような目を向いて村井氏の語るところを聞いていたが模擬葬式なるほどな愚僧も長い間多くの葬式をやってきたが模擬葬式という言葉は今日初めて聞くしまた一度もやったことはありません ですが模擬葬式をやるとそれがどういうわけで縁起直しになりますか実はちょうど来月の20日が拙者の誕生日にあたりまして今年は還暦なのでございます。そこで還暦の祝いを1か月早めて模擬葬式のあとで本件帰りの宴を開こうと思いますのじゃ。世間では、 赤子に帰るというところから赤い地盤をきますが拙者はその死んで生き返るところを徹底的にやろうと思います。往生は生まれるという文字を書きますから死ぬことは生まれること。これまでの村井喜次郎を模擬葬式で葬り去って新しく村井喜次郎が生まれようという趣向です。 なんとわじょう、これで演技直しはできますまいかなるほどこれは陳こう。阿弥陀様もご賛成くださるかもしれませんと住職も総合を崩していったではもちろんわじょうはご賛成くださいますな賛成します世間では たとえ真似事でも葬式などをやることは大変縁起をあるがるに違いありませんそれをあえてせられるあなたの度胸には感心しますこれはありがたい実は葬式の真似事をするなどと言いだしたらきっと和上に反対されるものと思っていましたよ何この世の中の人は みんんなましかやっておりませんよ。坊主は坊主のまね事医者は医者のまね事学者は学者のまね事をしているだけです「まっぽう御の世」とは言いかえてみればまね事の世の中ということですですからこの際一命のあなたが模擬葬式をおやりになるということは世間に対する一種の風刺になりましょう。 解商人は「愛欲の航海に沈没し妙理の大戦に迷惑して成就の数に入ることを喜ばず心象の悟りに近づくことを楽しまず」と仰せられましたが妙理と愛欲に目のくらんでいる今の世の中ではなるべく大掛かりな方法を持って風刺し警告するよりほかはありません。 模擬葬式は誠に辞儀を得たものと思います。いや別に拙者にはそれほどの深い考えがあるのではありませんが、和上の賛成を終えて大いに意を強しましたのじゃ。家内などはそれこそ縁起を一層悪くするからおよしなさいと病床におりながらしきりに止めますので少々並行いたしましたが。 和条が味方になってくだされば、拙者も心よくやることができます。そこで、もうすまでもなく、模擬葬式には和条自身おいでがん願いましょうか。参りますとも。葬式の時間は何時と出ていましたか。そうそう、新聞を取り寄せればわかりますな。こう言って就職は後ろの襖をかえりみて林室に向かい。 おい、亮太昨日の N 新聞を持ってきてくれないかと大声に叫んだ間もなく30ばかりの伴を山場亮太が襖を開け新聞紙を手にして入ってきた彼はさっき村井氏にお茶を出してから臨室に施行して住職の命令を待っていたのである新聞紙を受け取った住職は最後のページを見ていった うん、ここにありますなそこには二段にわたった黒枠の中に次の文句が書かれてあった「浜尾志郎彼が殺したか?」。 1もし私があなた方のような探偵小説作家だったらこれからお話ししようとする事件を一編の興味深い探偵小説に仕組んで発表するでしょうしかし単に一法律家に過ぎぬ私が生じ変な小説を書けば世の笑いを招くに過ぎないでしょうから私は今あなた方の前に 事件をありのままにお話ししてみましょうそうして最後に未だ世に発表されたことのない不思議な手記を読んでお聞かせしますもちろん私は法律家として弁護士としてこの事件に関係したのですからそれによって知り得た事実以外には何らの想像も推測も付け加えずにお話ししますしたがって あなた方がお書きになる小説のような興味はないかもしれませんがもしそうだったならどなたでも一つ小説にして発表なさったらよいでしょうそうなさる値打ちはありそうな話ですまず順序としてその事件の推移を申し上げましょう事件というのはこう申せばすぐお分かりのことと思いますが 昨年の真夏の夜総州慶長で行われたあの惨劇です当時とかの初新聞がこぞって大々的に報道した事件ですから無論皆さんはよくご承知でしょうがもう一度記憶を新たにするためにここで初めからお話ししてみましょう昨年の8月16日の夜正確に言うと 8月17日の午前1時半ごろ覚えている方があるかもしれませんがあの日は夕方から東京地方は大嵐でした東京付近で避暑地として賑やかな慶長のある別荘で恐ろしい惨劇が行われました一体慶長は昔から海水浴や避難地として有名であるのみならず近頃は 上流・中流の人々の住居などもできてすこぶる繁盛していますがことに夏場はまず東京付近では第一等に人の出るところですそのにぎやかな土地の一角に突如として行われた惨劇ですから人心に与えた衝撃は非常なものでした惨劇の行われた家は織田製三という若い実業家の別荘で 悲劇の主人公は織田家の若い当主星蔵、当時33年及びその妻美智子当時24年の2人でした一夜のうちにこの2人の生命がむごたらしく失われてしまったのです一体織田家は先代が貿易商をやって非常な財産を作ったのですが星蔵は中学時代にその父親を失って あとは母の手一つで育てられたのでした生来あまり丈夫でないために大学を半年で退学してもっぱら体の西養に努めていましたもちろん大財産の主人ですからなかなか忙しかったに違いありませんがそれも主として母に任せて自分は大抵慶長の別荘の方に住んでいたのですお坊ちゃん育ちの上に体を大切にして育てられたので そういうい階級特有のわがままなところはありましたが一体に無口な性質なのであまり人と争ったりするようなことはなかったそうですそれからまた非常に親しいという友も,もなく金持ちながらいわば寂しい生活をしていた人と言っていいでしょうことにおととしの末頃から前から悪かった肺の病が激しくなった上神経衰弱にかかったので 妻と共に慶長にずっと住まって東京には全く出ずに暮らしていたのです妻の美智子は数年前に亡くなった有名な川上という大学教授のお嬢さんです生まれつき聡明な上に非常な美人でしたあなた方の中にはあるいはお会いになった方もあるかもしれませんが噂によると慶長に行ってからは 慶長の女王と言われたほどの人だそうです。なんと形容したらよろしいでしょうか法律家の私には言いようがありませんがとにかく非常に美しくしかもこの頃の流行語を用いればいわゆる性的魅力を十分に持っていた人のようですすでに女学校在学当時からその美しさは有名なもので一度彼女を見たものは すべてが彼女の賛美者となってしまったと言ってよいくらいだそうですそれゆえ彼女の周囲にはその賛美者たる若き男が常に大勢集まっていましたしかも彼女は父を失ってからは一層自由に振る舞っていたのですから彼女をめぐる若き人々ことに男性はただひたすらに増える一方でしたその中には ある若い独身の音楽好きの伯爵がありました彼女が彼としばしば銀座を歩いているところを人々は見たのですまたある大政治家の息子で文学好きな青年はたびたび彼女と共に劇場に姿を現して多くの人々を羨ましがらせました「かような有様ですから」 彼女が将来いかなる人の妻となるかということは一般に非常な問題とされていたのです美しくて聡明で大学教授の令状に生まれ音楽を介し文学を介ししかもかように多くの人々と交際しながら一度として貧困について非難されたことのない彼女ですから伯爵夫人となるか大政治家の嫁になるか はたまた大実業家に見込まれてそのせがれの妻となるかはほとんど彼女の意のままに見えたのでしたですから今から約3年ほど前に彼女が突然小田清三と結婚した時は多くの人はかなり驚かされましたもちろん一方は非情な資産家の主人であり一方は相当地位ある家の娘で しかも絶世の美人だというのですから決して釣り合わぬ縁というわけではなかったのでしたしたがって人々が意外に感じたのはその点ではなかったのですただこの2人は結婚するまでほとんど互いに知らぬ人々だったのでしたつまりこの結婚は純粋に我が国旧来の見合い結婚だったのです 美智子の性質を知っている人々が驚いたのは無理もありませんあのようなモダーンな女がどうしてそんな結婚をしたのか全く人々には意外でした美智子と交際して相当自信を持っていた人々の失望は言うまでもありませんこういう多くの人々の驚きのうちにしかし両家は着々とこの縁談を進めやがて間もなく ここに若い一対の立派な夫婦が出来上がったわけなのです美智子を知っていた人々の中にはあれは真の美智子の意志ではあるまい案外あるように見えてないのが金だからあるいは美智子は家の犠牲となって資産家のところへ貸したのだろうというものもありましたこれはあながち根拠のない説ではありますまいことに聡明な女は かなりそういうことを考えるものですから2結婚後1年ほどは何の噂も立ちませんでしたそして小田夫妻は極めて平穏に平和に暮らしているように見えましたただ美智子が相変わらず若い男たちと交際していたことは ある人たちののを潜めさせていたのです一年ほど経ちますと製造はひどい六膜炎を患って半年ほど合掌するようになりましたがその後はほとんど慶長に退いてそこに召使いを相手の静かな夫婦生活をするようになったのですちょうどその頃から妙な噂が立ち始めましたそれは 美智子がまことに気の毒な暮らしをしているのだといううわさですひと言で言えば彼女の夫たる製造は全く美智子を愛してもいなければまた理解してもいない二言目には秒針の人特有のかんしゃくを起こして妻を罵りあげくの果ては手を挙げることさえしばしばあるということでした現に織田家の召使いらは 主人が妻をぶったところを数回見たというのです美智子は夫の乱暴を感受して忍んで暮らしているのだと伝えられたのですこの噂は美智子が何人に対しても常に快活であるだけ少なくも快活を装っているらしいだけ美智子のために同情を引き始めましたもっともごく少数の人たちには 彼女は真面目に寂しい夫婦生活を語ったと言いますけれどともかくこの噂は一般に広まったのですが同時に人々はこれを決して不思議とは思いませんでしたそうしてみんなは見合い結婚でかつ財産をあての結婚の結果を今さらはっきり知ったように感じたのです美智子に対する同情とともに夫と それから美智子を財産の犠牲にしたその母とが一般の行為を失い始めたことは言うまでもありませんところがそれからまた半年ほどたつと今度は美智子に対する芳か,からぬ風評が立ち始めました一体製造は妻を虐待すると噂されたものの妻を全く束縛していないことは美智子自身の様子でもわかるのです つまり妻というものを全然無視しているからああいう態度が取れたのかもしれませんところがこの美智子の自由な行動はたとえ夫には無視されていたにしろ世間にはついに無視してはおられぬくらいのものになってしまったのでした美智子が家庭を常に冷たい牢獄のように考えておりそれによく耐え忍んできたという事実は 一方において十分彼女のため同情を呼んだのでしたが同時に他方においては彼女の貧困問題についてかえって彼女の噂に不利益な根拠を与えたわけなのです世人は彼女が若き学生らと交際することをしきりに罵り始めました中には誰それが彼女と特に親しいのだというようなことを 明らかに言う人たたちも出てきましたそれにもかかわらず彼女はこれらの噂を全く聞かぬもののごとく振る舞っていました彼女にも増してこのことに冷淡であったのは少なくも冷淡に見えたのは夫の製造でありました彼女の貧困が果たしてどんなものであったかということはあの惨劇によって はしなくも暴露されたのでしたかようなありさまで外からはいろいろな取り沙汰をされながらもこの似あわしからぬ一対の夫婦は無事に慶長で暮らしておりましたあの事件までの織田家のありさまは大体右のようなものでありましたさて昨年の8月16日の日ですが この日の日午後警庁の織田の家には2人の男の客がありました2人はいずれも織田夫婦とは23年前からの知り合いでして1人は友田剛という経大学生年は25歳他の1人は大寺一郎という某大学の学生でこの人は当時24歳であったのです友田は 織田製造の通学していた学校の後輩でして相当の家の息子ですちょうどその頃やはり慶長のはずれに家を借りて住んでいたのですが一人で寂しいものですから昼過ぎに織田家を訪問したわけなのです大寺は美智子の父がかつて勤めていた大学の学生ですがこれは友だとはちょっと違った境遇の人でしたこれは後に知ったのですが 大寺の父はかつて美智子の父親に大変世話になっていた人でしたが生まれつき頑固な上に訴訟教とでも言いますかむやみに法律問題を起こして争って田舎に持っていたわずかな財産も全く使ってしまった揚げ句一郎がまだ中学生であった自分に死んでしまったのです続いて母親も亡くなってしまったので親戚の者が一郎を助け せめて大学に入れてやろうというので美智子の里に頼み込みようやく一郎を上京させて入学させたという次第なのですそれで現にその当時も田舎の中学を出てようやく3年目の彼はいろいろの人の世話を受けて東京の大学に在学しており郊外の下宿に住んでおりましたそれでちょうどその日は夏休み中でもありかねて織田夫婦とは知キの仲だったので 日帰りか何かのつもりで慶長へ泳ぎに来たのでしたちょっと申しておきますが友田と大寺の2人は偶然にもちょうどその頃、美智子と非常に親しいいな親しすぎると言われていた人々なのですところでその日の午後友田と大寺とは美智子と一緒に海に行って泳いでいたのですが 先にも申したとおりあの日は夕方から大変な嵐になったのです夕方空模様が怪しくなってきたので2人は美智子に注意されて急いで水から上がってきたのでしたその日製造は珍しく元気だったそうですそして2人の客が海から上がってくると自分からちょうど4人が集まったから麻雀をやろうじゃないか と言い出したのです。2人の客はいつも慶長の織田の家に出入りしているくらいですからこの遊戯には相当熟達していたと見えここで4人はすぐにこの遊戯を始めました夕食後これは後に調べられたものの弦が皆一致していますが5時半ごろに始められ30分くらいで終わったそうです夕食を済ますと、 4人はすぐに卓を囲んでポンとかチーとか始めたわけですその頃は天気は全く悪化して完全な嵐となっていました私は麻雀のことはよく知りませんがこの遊びは相当うまくても割に時間を要するものだと言われておりますこの夜は何でも二勝負パーチョワンとか言うそうですが ぶっ続けてやる約束でで始めたのだそうですところがパーチョアンが住んだ頃は雨もいまだ甚だしくなかなかやみそうもない上ちょうど美智子の対象だったので一番負けた製造が珍しく夢中になって悔しがりもう数チョアンやろうというのでまたそれを続けたそうですから結局シアルチョアンやり続けたことになるのですところで勝負が全く終わった頃は 夜も相当更けて12時近くだったそうですその時は風は止みましたが雨は相変わらず降っていたので主人夫妻は2人の客にしきりと泊まっていくように勧めたのでしたが友田は慶長に家があるのでこれを断って車で帰りましたしかし大寺の方は汽車はもちろんもうないし天気も悪いというわけで おだけにとめて彼らが主人から「もう寝るからお前たちも寝てよろしい」と言われたのは12時ちょっと過ぎだったそうですそこで2人の女中お種とお春という女は待ち構えて自分の部屋に引き取ったのですがそのころは前にも述べたとおりただ雨ばかりが激しかったのですちょっとここで 田家,の家屋の様子をお話ししておきましょうこの家は全部日本式の建築で2階に主人夫婦の寝室と主人の書斎とがありちょうどその下に2つの座敷がありますその書斎の下にあたる部屋はその夜大寺にあてられたところでそれから廊下伝いにちょっと来たところに女中部屋があり台所から外に出ると ままた建物がありまして、ここには二兵という水兵上がりの下部が寝ていたのでしたさて主人の許しがあったので今まで眠い目をこすっていた2人の女中はすぐ部屋に引き取りヤグを出して大抵な奉公人の霊に漏れずすぐに健康な眠りに陥りましたしばらくして年上の小種という女中が ふと目を覚まししまた。自分ではかなり長く寝たつもりでしたし自然に目が覚めた気がしたのでいつもの癖で枕元の主人からあてがわれてあった目覚まし時計を見たのですすると時間はいまだ1時半ごろでした雨は依然として降り続けていますお種が安心して再び寝ようとしたとたんふいに 人の叫び声のようなものを聞きました続いて障子の倒れるような音が2階の方から聞こえました尾種は危うく叫び声を出しそうにしながら慌ててヨギを引っかついで床の中に潜り込みしばらく息を殺していたのですそれからちょっとたってから小顎は頭を出して様子を聞いていますとまたまた 人のうめくような声が聞こえてきましたお種は我慢しきれなくなってそばにいぎたなく寝入っているお春を叩くようにして起こしましたお春もその話を聞かされてはただ震えるばかりです二人はしもべを起こそうと相談しましたところでしもべを起こすのには前にも申した通り 戸を繰りりけて別の旨に行かななればなりません雨のひどいこの深夜これだけの仕事は2人の女には非常な難事でしたそれで2人は廊下伝いに少し行った座敷にいるお客を起こそうじゃないかと相談をしたのです2人は震えながらやっと大寺の寝ている部屋までたどり着いて外から小さい声で「 大寺の名を二三度呼びまましたが、答えはありません。思い切って障子を開けてみるとそこに寝ているとばかり思った大寺の寝床はもぬけのの殻なのです。2人は部屋の中に入りながら呆然としていましたがその時ちょうどその部屋の上辺りの2階の座敷で人が倒れたような音がしました。 二人は悲鳴ををげながらそこを飛び出して、夢中になってしもべ二兵をたたき起こしました四十何歳という決起盛りのこの水平上がりのしもべはいきなり大きなステッキを1本取り付けながら駆けつけ2人の女中を励まして2階へ駆け上がりました惨劇が当事者以外の者に初めて発見されたのは 真っ先に駆け上がった二兵と続いてこわごわ登っていった2人の女中とは2階に上がるやいなやぞっとするような恐ろしい光景を見いだしたのですはしご段の突き当たりが夫婦の寝室なのですが障子は真ん中から開けられてむしろ障子は1枚跳ね飛ばされていたので。 中ははっきりと外から見えるのです。座敷の一方には下の机が置いてありその机の上には電気のスタンドがあって5色くらいの薄暗い明かりが部屋中を浮き出さしていました茅は二所ところ釣り手が引きちぎられて一方にだらりと下がり切れた方は片隅に押し付けられています机の方を枕にして、 二つの床が取ってありましたが向かって左の床の上に美智子が寝ていますいいなちみどろになってうごめいていたのでした胸から上はすっぱだかにされてその上を腰ひもか何かで後ろ手にぐるぐる巻きにされその端が喉に巻きつけてありましたその豊満な白いちぶさの辺りから の血が流れて美智子がうごめくびごとにドロドロと垂れてくるのですそのとこと並んで敷かれた床の上から半ばはいだして机に頭をのせてうつ伏せに倒れている星蔵の姿が見られました美智子はほとんど死んだようになっていましたが星蔵は断末魔の苦痛を味わっているように見えました こううやって申し上げれば長いようですが、もちろん二兵や女中が見た刹那の感じは1秒にも足らぬ時なのですいなお種が目を覚ましてからこの光景を見るまででさえ極めて短時間しか経たなかったことは言うまでもありません主人のそのありさまを見た二兵はいきなり主人のそばに駆け寄って後ろから抱き起こしました 見ると主人の着物は血だらけでなお口から血を吐いていたばかりでなく右の胸からも血が一面に流れ出て,ていました二兵が助け起こすと主人は二兵の顔をきっと見ながら「大寺大寺が」と 最後ののをんしに込めて叫んだのでした。するとこの叫び声を聞いたものか今まで死んだようになっていた美志子が不意にうなり声をあげましたが続いて「イチロー」とはっきりひと言言ったそうですこの2人の言葉はその時そこにいた二兵も他の2人の女中ものう 確かに明らかに聞いているのです夫婦はこの言葉を発すると間もなくほとんど同時に息を引き取ったのでした「大寺」と言われて二兵は初めて大寺がどこにいるのかということを考えました彼がはっと思って辺りを見回すとすぐその隣室の書斎の中に 一人の男が彫像のごとく突っ立っているのを見いだしました言うまでもなくこの男こそ大寺なのでしたが彼は血だらけになった根巻きを着たままその根巻きは格闘でもしたあとらしく着崩れていたそうですが右の手に何か光るものを持って黙ってさながら 瞑想にふけっているもののように暗闇の中に立っていました勇敢な二兵はいきなりステッキを取り上げるや大寺の右手をめがけて叩きつけました大寺の手から凶器らしきものが落ちると同時に二兵は大寺をくみしいたのです大寺はすでに覚悟をしていたものか案外にも全く抵抗することなく二兵のために 補装日でたちまちぐるぐる巻きにされてしまいました。二兵は驚いている女中たちに命じて、直ちに電話で急を警察に報告させました。かくして、直ちに捜査機関は活動を始めたわけなのです。この事件がこれからどう発展したかは、当時の新聞がいち早く報じたところで、皆さん十分ご承知のことと信じますから、詳しくは述べませんが、 一二重要な点だと思われるところを話してみましょう山本五郎猫殺人事件朝鮮の電話その一。 春田さん吉は東方日報社の記者で社会部の司法と言われていたおととしの春東大の放火を出るとすぐに入社したというまだほやほやの新人だが満2年にならぬ間に5つの大事件を扱いそのうち3つは警視庁の刑事諸君を出し抜いて自ら事件を解決しその記事を紙面に連載して帝都500万の市民をあっと言わせたものであることに 100万円の殺人事件として知られているかのプカゴワ講師殺害事件は何しろ被害者が外国講師であるため事件の迷宮入りとともにプカゴワ国から100万円の賠償金を請求され国際問題にまで発展したのであるが春田三吉の素晴らしい活躍によって犯人がプカゴワ国革命党員の一人であることを突き止め見事にこれを捕獲したのだから世人は驚嘆したこの事件は 当時の全国新聞紙が筆をそろえて特報したから諸君もご存知であろうと思う春田三吉はまだ若干27歳である色白の痩せ形でどちらかというとノッポの方だタバコを吸わぬ代わりにいつもチューインガムを噛んでいる絶えず歯を動かしているのは頭脳活動を明便にするためだというのが彼の口癖である 夏でも冬でも厚手ツイードの背広一つで決して街灯を着たことがない帽子はおじいさんが要蜂した時だから明治23年だパリの古物屋から買ってきたという恐るべき骨董品でてっぺんにいくつもの穴の開いているのを平気でかぶっているまあこういった風貌であるこの春田三吉が第4番目に手がけた 猫殺人事件ほど回帰を極めたものはあるまいこの事件ではさすがのはるたさん吉が社長から2度も辞表を求められたほどでもともと痩せている彼がおかげで1貫目も体重を減らしたとぼやいているくらいだここにはまずこの事件を詳しく紹介しようと思う諸君は謎の教頭といわれている 怪人不思議な人物のことを聞いたことがあるはずだ彼は2年ほど前からトカの各富豪や政治家豪商を襲って現金はもちろん数万数十万円もする骨董宝物を奪う海賊だ当局の必死の活動にもかかわらず今日まで絶対にその正体をつかまれたことがないもっともこの海賊に襲われた富豪や政治家たちは いずれも悪徳不正の連中で、そのため世間の同情はむしろ海賊の方に集まり日本のアルセーヌ・ルパン現在のネズミ小僧次郎キチとまで評判を取るようになった春田三吉も無論この謎の共闘を狙っていたのだが他の事件に追われてまだ手をつける暇がなかったところが風ん、実に思いがけなくも共闘の方から 春田三吉に挑戦してきたのである12月も押し詰まったある日春田三吉が出社して社会部の自分の机へ向かうと間もなく卓上電話のベルが鳴った社会部の平部員で自分の机に電話を持っているのは彼だけだあ社の交換手が出ると思ったら 向こうはひどくしわがれた老人の声であるどなたですかご機嫌はいかがでございますかな誰ですか君は用事なら早く頼みますよ大層な気はやですな実はいささか興味のあるご報告を申し上げたいと思いますのでというのは丸の内の第一ホテルに 上つる子夫人と名乗る新希少者さよう1週間ほど以前ヨーロッパから帰ってきた夫人が滞在しているのをご承知でしょうなそれがどうしたんです今日午後8時10分上森夫人のお部屋へある男が侵入しますそして夫人の宝石類と現金を頂戴することになっております 基地の第六管はその時早く電話の相手が謎の教頭ではあるまいかという疑いを持ったそこで電話の応対をしながら手早く機上のメモへ鉛筆でこの電話がどこからかかっているか交換台で至急調べろと書いて丸め向こうにいる給児の机の上へポンと放ったそれはご親切なお知らせ恐縮です は,るたはなるべく電話を長引かそうとしてわざとゆっくり構えたしてみると上森夫人は貴重な宝石類を持っているわけですなそのさようまず放火にして50万円はあるでしょうそれをすっかり頂戴しようというのです これは警視庁へもお知らせしておきました。今夜の8時10分です。お忘れなく。ありがとう。ところで、あなたはははははは。<laughs> <laughs> 相手はしゃがれ声で笑った。そんなお芝居はやめましょう、春田くん。君はもうこちらが謎の教頭だということをご存知じゃありませんか 何のために交換台へこっちの電話を調べさせたんでするたは飛び上がるほど驚いたメモへ書いて9時に交換台を調べさせたことがすでに相手に知られているのだではこれで失礼相手はあざけるように言ったまた今夜8時10分にお会いいたしましょう あ、ちょっと急いで呼び止めようとしたが、そこで電話がプツリと切れた。ちくしょう春田三吉は思わず下打ちをした。わかりました給治が帰ってきた。どこからかけていた相手は何番だそれが、隣の社長室です。 今度は春田三吉まさに椅子から飛び上がったそしてダットのような勢いで社会部を横切りドアをけ鼻さんばかりにして社長室へ飛び込んだ部屋の中はしんかとしているそして電気ヒーターに背中をあぶらせながら大きな革椅子にもたれて社長細野平五郎はぐっすりと眠りこけていた春田三吉はすぐ廊下へ飛び出し 階下から玄関の受付まで走り回って怪しい人物の出入りを確かめたがついに容量を得なかった社長社長起きてください春田は社長室へ戻ってくると大テーブルを叩きながら怒鳴った細野社長は「痩せた革」というわだなを持っている白髪頭で白い口ひげがあって その名のごとく目も体も細いくせにひどく動作が鈍いまるで丘へ上がったカバのようである春田のわめき声に薄ぼんやりと薄目を開けそれから両腕を頭の上まで伸ばしながら大きなあくびをしてゆったりと椅子の上に身を起こした「あよく眠ったうちの新聞を読んでいると」 いい心持ちに眠くなるよまったく近頃の東方日報はまるで眠り薬のようじゃいい記事が少しもないという皮肉だふだんのはるた青年なら怒りだすところであるしかし今日はもっと重大なことが持ち上がっていたそれどころではありません社長謎の教頭が僕に挑戦してきました 丸の内第一ホテルに滞在中の上森鶴子夫人を襲って現金と宝石類を盗むというんですしかも今夜8時10分に決行すると時間まで予告してきましたおお面白いな社長の細い目が少し大きくなった面白いなるほどそれではもっと面白いことをお知らせ申しましょう

堂々と社長室へ乗り込み社長の電話を使って犯罪の予告をしたんですこいつは素晴らしい特ダネですぜ細野社長の赤い顔がピタリと動かなくなったそれから静かに椅子を立ち痩せたカバというあだ名をそのままぶらぶらと室内を歩き始めた侮辱辱だ。だ。許しがたき侮辱だそうですとも。 犯罪者仲間の脅威の的だった東方日報は今や共闘の泥足で汚されたんですこいつをスクープされたら我が社は新聞界の笑いものです春田君捕まえろ社長は低い声で言ったすぐに丸の内第一ホテルへ行くんだ警視庁と協力してホテルの使用人全部を調べ上げろ 部屋の隅々を探れ、上森夫人の宝石を一個たりとも教頭に渡すな引き受けました。待て。社長は呼び止めて。君一人では心配だ。いな、君の腕を疑うわけではないが、何しろ相手は、千軍万馬往来の怪人物だ。 僕も後から手伝いに行こうどうぞご自由に痩せたカバなどに来られてはかえって足手まといだと思ったが春田三吉は急いで社長室を出るとチュガムを一つ口へ放り込み帽子をひっつかんで外へ飛び出した「意外教頭夫人を殺す」。 その1その夜第1ホテルほど物々しい光景はなかったホテルのある中通り2番地は角ごとに制服私服の警官が立番しているし辻町のタクシーには全部刑事が乗り込んで教頭の逃亡に備えているホテルは昼のうちから何度も大捜査が行われ屋上庭園から地下の燃料庫 お依頼室まで隅という隅ネズミの穴に至るまで検索されたそれにも増して厳重なのは使用人の調査だったまず支配人から始めて部屋付きの給仕ベルボーイティーガール掃除盤長番係交換手から料理人風呂盤まで一人一人呼び出して警視庁捜査課長自ら尋問に当たった 春田さん吉はもちろんこの捜査に立ち会ったが建物にも使用人にも異常のないことを確かめたそして遅い夕食の後3階の上森夫人の部屋へ上がっていった上森夫人は3階の789の3部屋を借りていた7号が応接間8号が居間9号が寝室で 寝室の隣が浴場になっていた夫人は定江という少女の召使いと2人でこの三兵を使っているのだ春田三吉は警視庁で鬼警部といわれる名探偵橋本刑事部長とともに応接室へ入っていった鶴子夫人は年の頃278非常に美しい夫人でむしろ声援と言いたいくらい。 パリ一流の衣装店で作らせたという贅沢な部屋着を着て高価な香水を花のごとく体の周囲に匂わせている何か怪しいものが見つかりまして夫人は鬼警部に美しく微笑しながら言ったゆったりと寝椅子に持たれてすんなりした足を組み合わせているのが何とも言えず生めかしい橋本刑事部長はまぶしそうに目をそらして いや建物にもホテルの使用人にも怪しむべき点は発見されませんつまり教頭はいまだにこのホテルへいささかも手をつけていないのですつまりつまりと夫人が引き取った教頭は結局私の宝石を盗むことはできないというわけですのね仰せの通りです 2号地区はアリのハウス気もなく厳重な警戒線で取り巻いてあるしホテルの内外は二十数名の警官が張り込んでいます教頭が神様でない限り到底この部屋へ忍び込みあなたの持ち物へ手をつけることは不可能ですちょっとお伺いいたしますがと春田三吉ご所持の宝石類はどこへおしまいですか 寝室ですわ。夫人はにこやかに答えた寝室の枕ダンスの中に入れてございますもっと早く適当な銀行へでもお預けになった方がよかったですね私日本の警察を信じています教頭だけは別ですよバカな鬼警部がわめいた アメリカやフランスなら知ら知ぬことを、日本の警察は犯罪者に馬鹿にされるようなちゃちなもんじゃないそうなってもらいたいですねぇ田さん吉はそう言い捨てると立っていってもう一度改めて寝室の捜査を始めた寝室は4坪ほどの広さで東側に窓北側の壁に飾り暖炉がありその脇に浴室へ行くドアがある ベッドは南側の壁に沿って置かれ頭の行く方に豪華な枕ダンスがあった春田三吉は床を叩いたり壁を探ってみたりどこかに抜け穴がありはしないかと30分もかかって調べたが結局何も発見することはできなかったどうだね。ね。何かかあったか、ね、春田が戻ってくると橋本刑事部長はからかい顔で聞いた。 君はプカゴワ公事件からこっちだいぶ気をよくしているようだが相手が謎の教頭では少し荷が勝ちすぎるぜ新聞記者は記者らしく我々の捜査を嗅ぎ回っている方が安全だろうありがとう橋本さんご親切は忘れませんよ春田はにっっこり笑って。しかし僕は教頭から呼ばれているんです 彼の行為を無にするわけにはいきませんからねそして春田は絵画へ降りていったあとから手伝いに行くと言った細野社長がどうしたわけかまだ来ないのである玄関まで出てみたがやはり来た様子はなかった時間は遠慮なくたっていく七時七時三十分 いよいよ時間は切迫してきた。三階の廊下には十五名の警官が立ち番に当たった。応接室には橋本刑事部長と春田三吉が頑張っている。壁の時計が八時を打ったとき。私疲れていますから寝室へ下がらせていただきますわ。と言って鶴子夫人は起き上がった。 そして二人に会釈し,して小間使いの少女と共に寝室へ入っていった社長また脅迫状です。ドアが開いて、 のきたがって株式会社西村電気商会主の西村陽吉は灰皿の上に葉巻を置いてくるりと回転椅子を回し笑い顔を向けたまたかい。いいこんのいいものだね彼は物げに北川の差し出す書状を受け取るとちェっと舌打ちをしながら開封した慣れっちまいましたね。 封筒を見ればこれは脅迫状だなんてすぐにわかるようになりましたうん<ー>西村は応用にうなずいて封筒の中身を読み始めた北川はその後ろからさも主人の身の上を気遣う格好で手紙をのいている「アッハ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 ッ手ひどい闇夜に気をつけろだって。 うっかりすると命が危ないぞ西村はいすの上でそっくり返って笑ったここだよほら北川は社長の指す文面を小声で読んでみてさも生真面目な表情を作りながらむちなやつってしようがないものだね個人としての社長を恨むなんてとんでもない見当違いじゃありませんか恨むなら 会社全体を恨むがいい。会社をして事業縮小を余儀なくされた経済界を恨むがいい。何も社長のご存知のことじゃないのですからね。理屈はそんなものだがね。まあやつらにしちゃ無理もないさ。明日から路頭に迷うのだ。夜迷い事も言いたくなる。だが何ができるものか。こんなことをして涙金をせしめようという。 さもしい根性だよ。残った連中を先導して同盟ひぎょをやらせようと盛んに解き回っているということですがそれよお決まりだなそこに手ぬかりがあるものかこっちには松本の親父が抱き込んであるあいつにたんまりくらわせてあるからねあれの人望で押さえつけりゃなにびくともするこっちゃない 解雇されたやつらの脅迫よりは、マスモト職工長の目玉が怖いさ。それにしても、この際、社長のお体に万一のことがあっては、それこそ大変ですから、十分ご注意が肝要だと思います。ありがとう。だが、僕はこう見えても、まだ職工なんかにやっつけられるほど、うろくはしないつもりだ。そんなことより、 だいぶん手紙がたまっているタイピストを呼んでくれたまえ。瀬川だよあの子供は関心に即帰がうまい北川は上目遣いに社長の顔を眺めたそして五十親父の口紅にちょっと恥ずかしそうなシワの刻まれたのを見ると一種の満足を感じてニヤニヤ笑いながら答えたはっ承知いたしました 何もかもこの私が飲み込んでおります「お気遣いなく」という意味を込めてちょっと腰をかがめると北川は社長室を出て隣の事務室へ帰った2室を打ち抜いた広間には1列にデスクが並んで十数名の男女が事務を取っている北川はその一方の隅のタイピストたちの席を眺めたやっこさんまたやってるな。 会計係の野田幸吉とタイピストの瀬川津や子とが席を並べてひそひそ話し合っているのを見ると北川は意地の悪い微笑みを浮かべてその方へ近づいていった瀬川さん野田と津也子とははっとしたように話をやめて顔を上げた北川は2人の顔をジロジロ眺めながらお話中なんだけれど 瀬川さんに社長が御用ですって社長さんがつゆ子は眉をしかめて社長さんお一人でしょ嫌だわ私なぜさ北川はからかい顔に聞き返すだって何の御用でしょう決まっているじゃないか手紙の即帰さ とかく美しい人はご用が多いのさあら覚えてらっしゃいこの間のこと社長さんに言いつけてあげるからこら北川がわざと怒った顔をしてつかみかかるのを巧みによけてそれをきっかけにつや子は社長室へと逃げてゆくなまめかしい笑い声がドアの外へ消えるなんだい君 野田はつや子の後ろ姿を目で追いながら北側に話しかける何妙なところをあいつに見られちゃったのさ二人連れで歩いてるところを赤坂かいお安くないねどうしてそんなんじゃないよお安くないといえば君のほうがよっぽどお安くないや何が 隣同士だよ。しょっちゅうひそひそと内緒話がさ。北側は一段と声を低めていった。何が白を切るない。野田と瀬川つゆ子の語らいがよ。バカ。いい加減にしろ。だが、用心するがいいぜ。社長はバカにお気に入りなんだからね。 あの子供はなかなか即帰が上手だなんて目を細くしてるよ親父そうかいなんて平気そうな顔をするなよお察し申しますよご心配なことだいいじゃないか社長がどうしようと僕に関係したことじゃないさも申し訳めいて重おもしく言うのを北側はよくも聞かないで もうそのことは忘れてしまったかなごとく別のタイピストの背中へ指先でいたずらをしながら自責の方へ歩いていった野田幸吉はもう一度つや子の出ていったドアの方へ臆病な一別を投げるとしばらく前のそろばんの玉をいじくっていたがなんとなく落ち着かぬ様子でやがてふと立ち上がるとなるべく人の顔を見ないように目のやり場に困るといった格好で そそろそろと部屋を出た廊下には人の影もない彼は足音のしない歩き方で隣の方へ23歩進み社長室のドアのところでちょっと立ち止まりそうにしたが思い直してさっさと洗面所へ歩いて行った広い洗面所の中をどうしたものか彼は別段用をなすでもなく 四五回コツコツと行ったり来たり歩き回ったなんだか妙にイライラしていた洗面所を出ると彼はやっぱり音のしない歩き方で廊下を戻りもう一度社長室の前に来たそして今度はもう躊躇しないでひょいと腰をかがめドアの鍵穴から内部を覗き込むのであった <に>あのご用でございましょうか瀬川つや子は社長室に入って後ろ手にドアを閉めると非常に取り潰した表情でしかし同時に彼女が男性に対する時はいつもする癖の一種の媚びが美観に置き忘れてあったけれどしとやかに腰をかがめたああ ちょっと手紙を書いてもらいたいのだが西村陽吉は直帰の両脇へ左右の親指を挟んで残りの指をひらひらさせながら椅子からひょいと立ち上がると文眼でも考える格好で室内を散歩し始めた雇い人の小娘なんか眼中にないといった体でもはや惨めにたるみ始めた口紅の皮膚を精一杯緊張させさも生真面目なへの字を作り ほうは見向きもしないでこつりこつりと歩いているつや子は引き続き取りすました態度で社長の大机の脇の小さな角テーブルの前に腰を下ろし持ってきたメモを広げると鉛筆を斜めに構えて差しうつむいている西村は大して急ぎの要件でもなさそうに文威を口述しながらでたらめの曲線を描いてその辺を歩き回っていたが ちょうどつや子のかけている椅子の後ろまで来るとごく自然に立ち止まり椅子のもたれに両手をかけて次の文句を考えるためか目を天井にやってしばらくじっとしていたその様子は手紙の文句を練るのではなくしてつや子の息遣いをうかがっているようにも見えたえーっと「右の事情につき」 おしに添いがたきかしそんなことをゆっくりゆっくりしゃべりながら目はやはり天井を見つめたまま彼の指先だけが奇妙な昆虫の触覚のように何者かを求めて動いたそれはいすのもたれを離れると徐々に つや子の娘娘した肩先へと滑っていきついにその上にふわりと置かれたつや子は少しも気づかぬ風で速記を続けていた背を曲げて一心に鉛筆を走らせている彼女の横顔はたいもなく仕事に没頭しているように見えた西村の凍顔な指先はさらに少しずつ少しずつ前進して 肩先から腕の方へと張っていったそれらの指先は取りすました西村社長とは別物の,の不思議な生き物のように見えたそれでもまだつや子が動かぬので増長した指でもは懸念と安心と半々の足取りでついにつや子のえくぼの入った手先まで伸びあっと思う間にそれを握りしめた。 そして不思議なことはその時になっても西村の目は天井をにらみ彼の口は手紙の文句をしゃべっていたいけませんつや子はやっと気づいたように低い叱責の声とともに握られた手を引っ込めてしかしまだ逃げ出そうともせず鉛筆を動かしていたその調子が妙に柔らかくきだらけに見えた 西村の痩せたた。顔が変にあからんできた彼はもう手紙の口述をしなくなったそして目は天井への虚勢を忘れ少女の滑らかな首筋へ食い入っていたつや子は背後に恐るべき法要の気配を感じたらしくつと立ち上がって二三歩窓の方に身をかわした彼女の方は 劇のためにあからみふくれていた彼女ははしたなく強制など立てないでその代わりに冷たい軽蔑に唇をゆがめてみせたそれにもかかわらず西村陽吉はいつでも冗談に紛らせるだけの余裕を残してますます彼女に迫ってきた机に狭められた通路の一方に男が立ちはだかっているため 窓の方へ逃げるほかはなく彼女はじりじりとその窓枠へ押し付けられていった西村の醜くゆがんだ顔だけが通夜子の眼界いっぱいに広がった年にも2いで嫌に黒々とした髪の毛が汗ばんだ顔に垂れかかり短く迫った眉の下に充血した両目がギラギラと光っていた薄黒い唇が みだらがましく開いてそこから闇に,に染まった長い歯がのぞいていたいけませんいけませんつや子はもはやいかれる女王のお芝居を続けているわけにはいかなかったとうとう悲鳴を上げただがそれは西村を思いとまらせるほど高い声ではなかったそのことが 一層彼の野心を募らせたように見えた男の手が肩にかかったのを感じるとつや子はくるりと彼に背を向けた開いた窓の窓枠にしがみついた後ろから生たかい息が頬をかすめた彼女の上半身ができるだけ窓の外へ曲がった窓の外にははるか目の下に 谷間のような街路が流れていた。S ビルディングと倉庫の胸続きとに挟まれた狭い敷石道は薄暗く陰って人影も見えなかった、3. 新聞記者の山本二郎と探偵小説家の長谷川トンの2人が S ビルディングに近いあるカフェを出たのは午後の4時ごろであった冬の日はもう暮れかけていた四つ筋の広告塔のイルミネーションが青黒い空にくっきりと浮き出しているのが妙に物悲しく見えた2人は少しばかり酔っていた夕暮れの風の寒さに人通りの少ない敷石道を彼らはコツコツ靴音を響かせ たに話しながら歩いていて時々砂を交えた空っ風が2人の街灯を翻して通り過ぎた「この辺りを歩いていると日本という感じがしないねことにこんな人通りの少ない日は小説家の長谷川は両側に立ち並んだ西洋館を眺めながら言った君なんかめったにこの辺を歩かないからだよ」。 新聞記者の山本が答えた。地下室なんてものがあるね見たまえあそこで弁当を食っているじいさんの頭はちょうど僕らの足と同じ地平線にある変な気がするね小説家は足元に開いた地下室の窓を覗きながら歩いていたある地下室では白い帽子をかぶったコックたちが 湯気の立ちこもったた。中でせっせと働いていてある地下室ではバタンバタンと印刷機械が動いて一人の子供がせわしそうに髪を挟んでいたそれらの人間の頭が皆足の下にあるのだふと建物が切れて建物と建物との間の路地のようなところへ来ると決まったように鉄の非常柱の上がり口が見えた。 そしてその奥の方は薄暗く何かゴミゴミしたものが積み上げてあった地下室だとか非常場しごだとかそんなものを見るとますます異国という感じだね探偵小説の世界だよ何かしら恐ろしい犯罪でも起こりそうな気がする小説家らしいことを言うねそりゃ犯罪は盛んに行われているさだが 活動写真や探偵小説にあるような劇場的なやつはちょっとないね住んでいるのがやっぱり日本人だからそうかなその辺の曲がり角から覆面のホールダップでも出そうな気がするがなははははは。<laughs> そんなものが出てくれば面白いのだけれど2人はいつの間にか細い道に入っていた S ビルディングの裏手にあたるところで一方には大きな倉庫が立ち並び道幅は自動車がやっと通れるほどの狭い谷合だった君、なんだろう。小説家がふと立ち止まって行く手を指さしながら言った変だだね。ね。人人が寝ているようだ、ね、病人かな新聞記者も気味悪そうに立ち止まった。 薄暗い敷石道に黒い洋服を着た男が長くなっていたその様子が病人や水管ではなくてどうやら死人ではないかと思われた2人はこわごわそのそばへ寄っていったあっ血だ小説家が頓強な声を出した落ちたんだよ きっとこのビルディングの上からだ頭がめちゃくちゃにやられている記者は物慣れた様子で死体を眺めながら言ったまだ暖かい落ちて間がないのだどこからだろう死体の真上に5つの窓が重なっていた冬のことで窓は皆密閉されている中に最上の5階の窓だけが広く開いて 白いカーテンがひらひらと動いていたいらしいね新聞記者はそう言いながら1階の窓のところへよじ登って外からトントンとたたいてみたしかし中には明かりもなくブラインドが下ろされ人の気配がなかったともかく知らせてやろうじゃないかそこで二人は S ビルディングの表口へ走った 玄関に入ると正面にエレベーターの出入り口が2つ並んでいるその前に駆け寄って慌ただしくベルを押していると一方のエレベーターがスーッと下がってきて鉄のドアがガラガラと開き中から一人の男が出た鳥打ち棒をぶかにかぶり古ぼけた焼香マントに身を包んだ30前後の下品な男だ彼は鉄の箱を飛び出すと 造りの音をペタペタさせて走るように表の薄闇に消えた君電話はないか大変なんだ裏通りに人が死んでいるのだ記者はエレベーターボーイを捉えて叫んだ電話ってビルディングの事務所は5階にあるのですがじゃあ大急ぎで5階だ誰が死んだのです誰だかわからない ドンを5階から落ちたらしいのだともかく警察へ知らせなきゃ今出て行った男ね小説家は箱の中へ入りながら聞いた何階から降りてきたの ?4 階ですなぜだい君新聞記者が不審を打ったなんだか様子が変だったからさねえボーイさん あなたは変に思わなかったかいちっとも見かけない人ですよボーイは昇降機のハンドルを回しながら答えた5階に着くと3人は事務所へ飛び込んだ新聞記者は早速電話機を取って警察とシャトーを呼んだたった1人残っていた事務員は小説家の説明を聞くと慌てて裏通りに面した部屋へ駆けつけた 小説家はその後に続いた。エレベーターボーイはもう一人の仲間と一緒に再び箱の中へ飛び込むと死体の現場へと急いだ5階の裏通りの部屋は全部西村電気商会が借り切っていた全部といっても社長室と2室を打ち抜いた事務室と洗面所切りなのだがビルディングの事務員と小説家の長谷川とは そのとっつきの事務室へ駆けつけ残っていた数人の社員に事の次第を告げた一同は着せずして窓のところへ集まりそれを開いてはるか下の街路を見下ろした夕闇の街路にはさっきのエレベーターボーイをはじめ数人の人々が死体を取り囲んでいたその真ん中にひしゃげたような黒いものが横たわって暗い中にも。 生々しい血潮がはっきり見えていたおいうちの社長じゃないか社員の一人が叫んだまさかほかの一人はそれを打ち消しながら「おーい誰だかわからないかな?」と下に向かって呼んだ西村さんだよ 下から返事が来たそれを聞くと社員たちはにわかに色めき立った社長の宅へ工場などへ電話をかける者も,もあった死体のところへ駆けつける者も,もあった庶務の北側は23の社員と共に社長室を調べたドアは異常なく開いた室内にも窓が開け放っているほかには別に変わったところはなかった ここから落ちたんだね。しかしまさか社長自身が飛び降りたわけではなかろうがおかしいね誰かに突き落とされたのだろうか社員たちは青ざめた顔を見合わせてささやき合ったエレベーターがせわしく上下して西村商会の社員ばかりでなく他の部屋の人たちも5階に集まってきた 一方、街路の死体のところには刻一刻一数が増していった山本の新聞社の記者が写真班を連れて駆けつけた写真を1枚撮っておいたよ彼らは誤解にやってくると山本のそばによって手柄顔に報告したやがて警察の連中が到着したそれと見ると人々は我先にと現場の方へ急いだ 山本をはじめ新聞社の人たちもその中に混じった一通り検視が済むと死体はビルディングの一室に担ぎ込まれ警官たちは五階へ上った群衆はまたその後に従った四。4. 西村商会の応接室のテーブルを囲んで 数名の人々が厳粛な会話を取り交わしていた裁判所と警察の人たちは西村商会の主だった社員それに新聞記者の山本も事件の発見者として同席を許されていた小説家の長谷川はどこへ行ったのか姿を見せなかったここ1時間以内の出来事らしいのですが誰も気がつかなかったのは変ですね物音はしなかったのですか とおぼしき一人が尋問を続けた答弁は主として庶務の北側が引き受けていた部屋は密閉しているものですから少しくらいのものとは聞こえないのですみんなに訪ねてみましたが誰も気のついたものはないようです社長室に最後に入ったのは誰でしょうそれは私ですほんの今しがたのことです 書類に版をもらうものがあったのですからそれを持って社長室へ行ってみますと誰もいないのです帽子や街灯は残っているしドアに鍵もかかっていませんのでちょっとその辺に出られたのだと思ってそのまま事務所へ引っ返したのですその前に社長室へ入ったのは多分タイピストの瀬川だと思いますもう先ほど帰宅しましたが瀬川つや子という娘です これが手紙を即帰するために社長のところへ呼ばれていました30分ほどで事務室へ帰りそれからまた30分もすると規定の時間が来たものですから帰宅いたしました変わった様子はありませんでしたかいいえ別案そのタイピストが社長室を出たのは何時頃でしたはっきりは覚えませんが3時半頃だと思います すると3時半から死体の発見された4時半頃まで約1時間の間に事件が起こったわけですねところでこの裏通りは人のあまり通らないところですかご覧の通り向こうの倉庫の裏とビルディングの裏とのほんの空き地と言ってもいい場所でめったに人通りはありませんそうでしょうでなければもっと早く死体が発見されていたかもしれません そこで何かお心当たりはありませんかもし他殺だとすればですね。別に心当たりというほどでもありませんけれど、最近社長のところへはたくさん脅迫状が来ているのです。ご入用でしたらまとめて差し出しますが。誰からです工場を解雇された職工たちからです。もっとも匿名ですから、差出人は分かりかねますけれど。 危険なのがありますか。そりゃあ解雇されたうちには随分乱暴者もいますから後で解雇職工の名簿とその脅迫状を拝借しましょう工場の職長に聞けば危険なやつの名前はわかると思いますその場に気合わせていた技師長が口を挟んだしかし職工などがいきなり社長室へ入ることができますか 廊下に受付はいませんけれど来客は皆事務室の方へ来るようになっていますそこに紹介の看板も出ていますしエレベーターから来ればとっつきの部屋ですからでは社長室へ行くことができるのですねできないことはありません事務室の中から廊下は見えないのですか窓はすりガラスになってますから この頃ですと見えません。すると事務室の前を通り抜けて社長室に侵入したものがないとも限りませんねでも所長のテーブルにはベルもあるのですからベルがあったところで押す余裕のないこともあるでしょうそれから社長室ですね我々としては多少調べたところもありますがあなた方から見て何か変わったところはないでしょうか きちんと片付いていて格闘の跡なんかありませんし別にこれといって社長の折りかばんがなくなったと言いますねああそれは確かに私が見たのですがどう探してもありません何が入っていたのです詳しいことはわかりませんが今朝現金2000円をお渡ししてあります財布にないところを見ると どうもそれが折りかばんに入れてあったようですどうした金です使い道はわかりません社長の命令で会計から渡したのです私どもの店では社長の個人用の金も命令次第で名目をつけて会計から支出することになっています株式会社と異常。実は個人商店みたいなものですからそこで検事は 折りかばんの外形から紙幣の種類などを聞き取って片江の書記に控えさせたそしてなおしばらく些細な問答が繰り返されやがてその夜の尋問は一段落を告げた5山本はその場で原稿を書いて応援の記者に持たせてやるともう用済みだった。 彼は待ち合わせていた小説家の長谷川と一緒にビルディングを出るとこの興味ある見聞について話し合うためにまたもや近くのカフェに立ち寄った驚いたね隅っこのテーブルを選んで腰を下ろすと山本が言った驚いた長谷川はがっかりしたようにほっとため息をついた多殺にそういないが、 あの調子ではちょっと犯人はでまいね一つも証拠がないのだから刑事がいたね私服のいたよあいつがだいぶ熱心に調べていたようだが何か見つけたかもしれないねそれはわからないしかし検事の口調では大した発見もなさそうだった嫌疑者はないまあ、しいて言えば 工場を解雇された職工なんだがそれも何十人とあるのだからなかなかわかるまい脅迫状が来てるとか言ったねその筆跡で見当がつくかもしれないさあどうだかそれよりも君はあの尋問の間どこへ行っていたのだい姿を見せなかったじゃないか4階3階屋上などをぶらついていたどうして 何か手がかりはないかとそうしながらどうして4階や3階に手がかりがあるのだいみんな5階から墜落したと決めているようだがそれが少し独断ではないかと思ったのさだって5階の窓が開いていた窓はあとから閉めることができるよう死体の垂直線上には1階から5階まで5つの窓と 屋上の広場のあることを考えてみる必要がある1階2階はあまり低すぎるからのぞくとしても3階以上4つの落ち葉があるそれを一応調べてみるのは決して無駄ではないよそれで何か手がかりがあったのかいいや何もない分かったことはあの社長室のすぐ下の4階は 石垣という建築士の事務所。その下の3階は空き部屋だ両方とももう戸が閉まっていて調べようにも方法がない君も物好きだなそれだけのことでどうしてあんなに長くかかっていたのだエレベーターボーイだとか小遣いの親父だとかいろいろなものを捉えて話を聞いていたのさおかげで あのビルディングのことはだいぶんくわしくなった何か得るところがあったかいまああったようななかったようなこれからの僕の腕次第だなじゃあ君はもっとあの事件に深入りしてみる気なんだねできればねしかし案外つまらない事件かもしれない面白い危険のない程度でやってみたまえ 僕も応援するよ。こっちは商売だからねあの最初エレベーターで出会った男ねあれは確かに県議者の一人だよひょっとしたら解雇された職工かもしれない誰も知らないのだ上がる時は階段から行ったらしいあのエレベーターボーイが4階から乗るのを見たきり他には一人も出会った人がないのだよ よっぽどこっそりと上がっていったものに相違いないなるほどそういえばあいつは確かに怪しい大慌てで逃げ出していったからねそれから2人は何度もコーヒーのおかわりを命じて長い間話し合ったそれからそれへと犯罪団は尽きなかった冬の夜はいつしか吹けて彼らがカフェを出たのは もう九時を過ぎていた。